で、最強の YouTuber 誰かなって思った時に、身内びいきとかじゃなくて、全部さっぴいても、カジサックが、傍から見てたらやっぱ圧倒的に面白いなと思う。発信してる内容とかいうのもそうなんだけど、子供の成長がコンテンツになってるから、YouTube の発信されてる方って、YouTuber の方、年取っていくんだよ。年齢重ねていくとさ、どんどん若い子からさ、距離ができていくじゃないですか。そうすると、ちょっとお兄さんぐらいの発言が良かったのに、もういつの間にか、おじさんになっちゃってて、みたいな。ここはちょっと皮肉だなとか思うんですけれど、成功すればするほど、寄り添えないっていうか、同じ悩みを持てないっていうものってありますよね。例えば、童貞を売りにしてたロックミュージシャンがいたとして、その人がすごく成功されたとするじゃないですか。で、童貞の歌を歌われても、いや、もうお前セックスしてんだろみたいな思うじゃないですか。モテてるでしょ、お前みたいな。だんだん皮肉なもんで、どっかのポジションを取った人って、例えば貧乏をやってた人も成功したらそれ金持ちになっちゃって、その貧乏の人に寄り添いにくくなるっていう。まあ、もちろんその気持ちは分かっている。気持ちを捨ててるわけじゃないからね。ただ、傍から見てるとですね、あんまり共有はできていないですよね、同じ悩みとかは。実際問題。で言うと、カジサックもやっぱり行くぞっていう時期ってあったと思うんですね。チャンネル登録者数100万人目指してる時だとか、200万人目指してる時だとか、カジサック行くぞっていう時期ってあったと思うんです。その時はもうお客さんも頑張れ頑張れ頑張れってなるじゃないですか。ただ、成功した人みたいになっちゃうから、カジサックも。いずれ。そうすると、基本的にはカジサックの応援しろってだんだんなくなるじゃないですか。ただそこがやっぱ上手いのか、全く何も考えてなくてたまたまそうだったのか、ちょっとそれは測りかねますが、子供がどんどん出てきてるじゃないですか。あれって、言ってしまったら、歌舞伎とかと同じビジネスモデルなんですよ。つまり歌舞伎ってどんどん受け継いでいくじゃないですか。で、それこそ、海老蔵さんの子供が、初めて舞台に立つってなった時に、お客さんむっちゃ来るんですよ。むっちゃ来んの。ほんで、わあ、出た、海老蔵さんの子供か、みたいな。で、その子がどんどん上がって、成長していって、ああ、こんなことできるようになったんだなっていうのがコンテンツになってる。その成長がコンテンツになってるんですよ、やっぱ子供って。ここむっちゃ強い。で言うと、変な話ですよ。カジサックの賞味期限が切れたとしても、例えば。ただもう今もその下の子供の成長が、あ、一人でお買い物できるようになったんやとか、ああ、もうこの子も中学入るんやとか。で、そっちがコンテンツ。つまり発信内容がコンテンツになってるっていうよりかは、あの子がこうなったんだっていうことがコンテンツになってるから、長いんですよ、それ。そのコンテンツで息長いんですよ。それは強いなと思う。いや、近しいところで言うと、多分僕のオンラインサロン。僕若手の、新入社員の子とかインターン生とかにバンバン仕事渡してるんですよ。それ何かっていうと、彼らの成長がコンテンツになるから、ここに乗り換えなきゃいけないです。どっかのタイミングで。そうじゃないと、僕の発信力っていうのは、いずれなくなるから。だから西野の発信力におんぶに抱っこのビジネスモデルって実は強くなくて、持って20年、30年とか、持ってね。ただ、若手の成長がコンテンツになってたら、だってこれもはやクオリティあんま関係ないですよ。あの子がこれできるようになったっていうところが、お客さんを呼んでくれてるんで。成熟期に入ったら、基本的には、まあ言ってしまったらファンビジネスって難しいんですよ。じゃあどっかのタイミングで自分の持ってる影響力を下に渡すっていうことは非常に重要。で言うと、YouTuber で言うと、カジサックが圧倒的だなっていう。もうだってカジサックのさ、同世代の、子供たち、しかも結構子供いるじゃないですか。じゃあその各子供の同世代の子、同級生の方が、自分の同級生が今、YouTube のチャンネルで結構活躍してるとか、まあ見るし、あれなんか本当歌舞伎っぽくて素晴らしいなと思う。いや、子供5人いるって強いっすよ。しかも全員可愛いっていう。全員なんか可愛くて素直だし。見ててなんか癒されるし。あれは素晴らしいですね。